にょ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 、ブロッコリーにょ。了解。前方の敵は高速突撃艦に。装甲ミサイル艦だ。そして後方には例の大型戦闘機と高速突撃艦。機関の高速戦艦がいる。もう一度作戦内容を確認するか。了解。エオニア様の邪魔はさせない。沈みなさい、エルシオール。敵艦隊さらに接近。ここでやられてたまるか。エンジェル隊戦闘開始。よっしゃ、任せときな。私に任せたみな、必ず突破口を開いてみせるよ。回避しただと？おのれ！命中したのよ。俺の攻撃に対して私が守る。おとなしくしていろ！なんと華麗な回避だ。僕も撃った甲斐があったよ。当たんないな。今度は外さねえぞ。よっしゃ、任せときな。
敵の攻撃を回避したわ。まあ簡単に落ちたら面白くないしな。嘘。よっしゃ、落とした。見てたかいタクト。よっしゃ、任せときな。なんと華麗な回避だ。僕も撃った甲斐があったよ。そんな攻撃でハッピートリガーの装甲は貫けないよ。命中ですわ。外したか。タクトに恥ずかしいとこ見せちまったね。よっしゃ、任せときな。攻撃命中です。あんたは安心して指揮に集中していいよ。あ、かわしやがった。ムカつく。僕の攻撃をかわすとはなんて無礼な。よっしゃ、任せときな。僕の燃焼器の攻撃をかわすなんて。捕手、どこを狙っている。敵が見えていないのか。敵に回避されました。芝王子やみんなを守るのがあんたの仕事なんだからね。攻撃を回避しました。敵の反撃に備えろ。捕手、どこを狙っている。敵が見えていないのか。もちろん私も生き残るさ。タクトの信頼に応えるためにも。了解、あんたを信じるよ。回避されたか。目標を確認しました。攻撃に移ります。まあ簡単に落ちたら面白くないしな。よし、来た。タクト、しまった。狙いがそれた。機体の反応はいい。これなら大丈夫さ。攻撃回避されちゃいました。今度はどこで。あら、当たってない。なんだ、回避されたのかよ。よっしゃ、任せときな。タクト、ここが踏ん張りどころだよ。回避に成功しました。結構やるわね。僕の攻撃をかわすとはなんて無礼な。撃たれましたけれど、なんとか回避できました。邪魔するんじゃないよ。回避されたか。まあ簡単に落ちたら面白くないしな。うまくできましたか。回避したの。いい風情か。やばい気だ。了解、あんたを信じるよ。僕の攻撃をかわすとは少しダメージを受けました。そろそろ修理をお願いします。はい、わかりました。ハーベスター、了解。あ、かわしやがった。ハーベスター、目標の修理を完了しました。よし、来た。タクト、タクト、私なら心配いらないから他の子たちを頼むよ。あら、当たってない。なんだ、回避されたのかよ。了解、あんたを信じるよ。攻撃外れました。回避された。跡形もなく消し飛びだ。簡単に撃ったら面白いしな。トライズバースト。打ち損じたか。けどまだまだ。しかし、こんなところで終わるわけには。さて、私の獲物はと。あそこか。回避に成功しました。私なら心配いらないから他の子たちを頼むよ。どこを狙ってるんだい。なんで。あさっての方に飛んでいったよ。今の攻撃を回避したんですの。機体の反応はいい。ませんわね。これなら大丈夫さ。すみ
ません、タクトさん。攻撃失敗です。ちょっと来たことは早すぎたかな。美しくないな。早いとこ修理してくれない？言われなくても分かってるよ。俺の攻撃を感じれば白くつきだ。おとなしくしてるんじゃないよ。よし、当たってないのか。やるな。僕の紋章機がこんなにダメージを受けるなんて。回避しただと。目標の修理を完了しました。あ、かわしやがった。ムカつく。そろそろ修理をお願いします。悪くないね。誰かに見守られているってのは。まだまだ楽しみたいところだが、今回は帰ることにするよ。タクト、ここが踏ん張りどころだよ。敵に攻撃を始めるわ。任せといてよ、タクト。機体の反応はいい。これなら大丈夫さ。外れちゃった。当たった。よし、次行くわよ。敵の攻撃を回避したわ。ここを抜ければ白きつきだ。邪魔するんじゃないよ。回避されたか。せいぜいあがけ。タクト、私なら心配いらないから他の子たちを頼むよ。敵に攻撃を始めるわ。任せといてよ、タクト。運が良かった。次は貴様の静寂。悪くないね。誰かに見守られているってのは。カンフーファイター、攻撃開始。申し訳ありません、タクトさん。ここを抜ければ白きつきだ。邪魔するんじゃないよ。被弾箇所増加。まだ沈黙には遠いな。しまった、命中していない。今回はしっかり狙え。ここまで。次は滅びを与えてやる。よし来た、タクト。よし、直撃っと。タクト、すぐ落としてやるから待ってなよ。あ、攻撃外れた。敵の反撃に備えろ。ストライクバースト。残念だが今日はここまでだ。また会う。次は逃がさん。こちらの攻撃が当たりません。ここが踏ん張りどころだよ。しまった、回避された。敵の反撃に備えろ。よし来た、タクト。しまった、命中していない。一番機だんだんしっかり狙え。低下してきました。どこ狙ってんだい。まだ僕に攻撃してくるとは。なんとかの一つ覚え。了解、あんたを信じるよ。敵に攻撃を始めるわ。任せといてよ、タクト。かわされちまったよ。これが本気でかからないとね。しまった、外したか。タクトに恥ずかしいとこ見せちまったね。あれ、当たってない。この猛暑日されたまだ機械を受けるなんて。攻撃に成功しました。この調子で頑張ります。補修復を開始します。リペアウェーブ。まあ、簡単に撃ったら面白くないしな。そこを抜ければ白きつきだ。邪魔するんじゃないよ。よっしゃ、任せときな。あ、かわしやがった。ムカつく。エネルギーが低下してきたか。いや、まだ半分ある。
よっしゃ、任せときな。いけない、私なら心配いらないから、他の子たちを頼むよ。ちぇ、外したか。でも二度は外さないよ。よし来た、タクト。4番機、攻撃を始める。低下してきた。あいつは私の獲物だ。時を準備しておいて。タクトさん、1番機、だんだんエネルギーが低下してきました。あら、当たってない？なんだ、カイ、そろそろやばいかなとか言ってみたりして。カイさん、まあ、簡単に落ちたら面白くないしな。ありがとう、これで心置きなく戦えるわ。わかったわ、タクト。あ、かわしやがった、ムカつく。2番機、攻撃を始めるわ。タクト、私なら心配いらないから、他の子たちを頼むよ。そんな攻撃当たるもんですか。これより攻撃に向かいます。これでもう大丈夫です。ありがとうございました。言われなくても分かってるわ。回避成功。2番機、攻撃を始めるわ。これなら大丈夫さ。うそ、攻撃が外れた。取り組み助かったよ、タクト。今度は私が助ける番だ。よし来た、タクト。当たった。いいところ、目標撃破。やりました。次はどいつ。目標を確認しました。攻撃に移ります。機体の反応はいい。これなら大丈夫さ。タクト、命中しました。命中ですわ。今のはいい当たりだったね。どうだい、タクト。敵に回避されました。ちぇ、外れちゃった。当たった。もう終わりかい。次行こうよ。目標は撃破したよ、タクト。この私は。だが、エオニア様の元へは。敵艦隊全て撃破しました。よし、みんなよくやった。このまま突破するぞ。貴様の命の灯火、まだ消さずに置いてやろう。負け惜しみにしか聞こえないよ。それともカッコつけてるつもりかい。似合わないからやめときな。よく喋る女だ。その女に負けたのはどこのどいつだい。男のくせにぐちぐちとうるさいんだよ。少しはタクトみたいに明るく喋ってみな。話振ったの失敗だったかね。今のうちによく喋っておけ。いずれその下の目を刈り取ってやる。ふん、やれるもんならやってみな。いつでも相手になってやるよ。ふん、我々ヘルハウンズ隊はこれにて失礼するよ。また会う日まで、アデュー。敵戦闘機撤退していきます。奴らが何と言おうが、勝ったのは俺たちだ。これだけ叩き潰しておけば後が楽になる。レーダーに反応。エオニア軍機関全速でこちらに突入してきます。なんだと、あのシェリーって女の船か。特攻するつもりか。タクト、避けるんだ。くそ、もう沈んでもおかしくないはずなのに、なぜまだ動ける。ダメです、間に合いません。全ブロック各駅緊急閉鎖。総員、衝撃に備えろ。エオニア様の元へは行かせない。お前たちごときにあの方の理想を邪魔させはしない。落ちろ、エルシオール。私と共に。
まだだ。まだ持ちこたえてくれ。あと少しだけ。エオニア様、あなたにお力を分けていただいたのに申し訳ございません。いただいたお力はお返しいたします。私はもはやあなたのおそばにいることはできそうにありませんが、せめて最後の務めにあの憎き白き月の落とし子だけでも道連れにいたします。エオニア様と共に広告を離れ、辺境の星々をさまよいながら今日までお仕えできて私は幸せでした。エオニア様、助かったのか。状況は？敵艦エルシオールの寸前で爆沈しました。本艦に被害はありません。そうか、運が良かったな。そうだな、今のうちに白き月へ急ごう。わかった。みんなをねぎらってやってくれ。進路グリーン。紋章機は順次着艦してください。エンジェル隊、ただいま帰艦しました。敵を撃退できてよかったですね。さすがはタクトさんです。最後はどうなることかと思ったけど、みんな無事でよかったわ。でもあれぐらいちゃんと避けたよね。ハーベスター、帰還しました。なんとか勝てたようですわね。タクトさんの指揮のもとなら負ける気がいたしませんわ。あれ、私たちより先に戻ったはずなのに。やあタクト、ただいま。これぐらい軽い軽い。このままもう一回戦えそうだよ。それにしてもやっと肩の荷が下りた感じだね。これで一息。あれ、フォルテさん、こんなところで寝たら風邪ひきますよ。んなわけないでしょ、気絶してんのよ。バニラさん、早くケイラ先生を、それと担架もお願いしますわ。はい。外傷は大したことないわ。バニラがナノマシンで治療してくれたし。むしろ精神的な疲労の方が大きかったみたい。今はぐっすり眠ってるわ。よほど気を張り詰めていたのね。ここまで持ったのが不思議なくらいよ。しばらくは目が覚めないと思うけれど、指令も少し休んだら。わかったわ。
あなたの好きになさい。さてっと、それじゃあ私はちょっと用事があるから失礼するわね。コーヒーでも飲んでゆっくりしていって。もう大丈夫。心配かけたね。あんたが気にすることはないよ。言っただろ、私がやりたいから引き受けたんだって。みんな無事に生き延びられたんだ。それでいいじゃないか。バカだね。あんたがいるから私も無茶ができるのさ。たとえ何があってもタクトならきっとうまくやってくれる。そう思っていたからこそ安心して戦えたんだよ。そして信じていた通り、あんたはこの戦いを勝利に導いた。苦労なんて感じてないよ。私は自分がタクトと一緒に戦えたこと、タクトの役に立てたことの方が嬉しいんだ。まあ最後の最後でぶっ倒れて格好悪いとこ見せちまったけどね。ありがとう。しかしなんだね、あんたのために命を張るのも悪くないけど、こうして二人でゆっくり話ができることが一番幸せなのかもしれないね。タクト。ん？なんか外から妙な気配を感じるんだけど。あれ？静かになっちゃった。どうしたのかな？し、あんたは黙ってて。中で何やってんのか聞こえないじゃない。タクトさんは、フォルテさんのお見舞いをしているのではないのですか？いいえ、きっと声を潜めて愛の語らいをなさっているに違いありませんわ。気を利かせて二人きりにさせた甲斐があったわね。おいお前ら、ドアの前に張り付いて何やってんだ。しっ、声が大きいわよ。今いいところなんですの。あ？タクトは中にいるんだろう。報告をしなきゃならんのだが。そんなの後にしてください。今開けちゃダメです。若い二人の邪魔しちゃダメよ、レスター君。だそうです。しょうがないね、まったく。こいつはゆっくり語り合えるような雰囲気じゃなさそうだね。あ、ちょっと待った。その前に少し目をつぶっててくれないかい？野暮なこと聞くんじゃないよ。ほら、早く。そうそう、そのまま。愛の印だよ。機会があったら今度はもっといいことしようね。ほら早く行かないと
あの子たちに何言われるかわかんないよ。どういたしまして。それじゃあね、タクト。シェリー、なぜあのような真似を。誰が命を粗末にしろと言った。お前は、お前だけはいつまでも私のそばにいてくれるものと思っていたのに。私とシェリーは辺境に流される前からずっと苦楽を共にしてきた間柄だ。そのシェリーが死んで悲しくないはずがない。死ぬって機能停止ってことよね。それってどんな感じ？シェリーのデータを使ってそっくりの機械を作ってあげよっか。やめろ。どんなに見せたところでそれは本人ではない。シェリーはもう帰ってこない。変なお兄様。人間なんていくらでも代わりは聞くのに脳にはわからないわ。シェリーもこの前たくさん壊した人間も同じじゃない。機械を動かすための部品の一つでしかないわ。まあいいわ。ノアが申し起きたエルシオールを壊してあげる。そしたらお兄様も喜んでくれるわよね。そして最後は白き月を。楽しみだな。ノア。敵艦隊の、やれやれ、私たちがあのけどさ、おまけに戦だからって油断するんじゃないよ。まだ後ろからエオニア軍の本体と黒き月が追いかけてきてることには変わりないんだから。おそらく一両日中には黒き月を含む本体が追いついてくるはずです。でもきっと白き月が、よかった、私たちを抱き、しかし不知れ、そうですよ、そうですね、白き月、白き月、はい、あるいはそんな、心配ない、シャトヤンサ、つまりエオニアグ、ちょっと待て、封印、アンズ王子が、そうだ、わかった、解除は機密のほ、私だ、な、終わった、了解しました。白き月、返事が来るかな。白き月、エルシオール、シャトイ、あなたたち、まあ、タクト、ここまで、おいタクト、封印をと、そうですか、ともかく勝手に浮かれてろ。了解しました、了解です。
何そわそわしてんのよ。あんたでも緊張することなんてあったのね。タクト、だらしなく鼻の下伸ばしてんじゃないよ。情けないね。勝手に言ってな。ったく、男ってのはどうしてこうなのかね。そなたたち、静かにせんか。なんだ。シャトヤン、シヴァ、はい。エンジェル、今まで。いえ、タクトさんのお力があってこそです。正直、最初はどうなるかと思いましたけどね。シャトヤン様もご無事で何よりです。ですが、私たちが戻ってきたのは再会を喜ぶためではありません。そうではないかと思う。はい。わかります。そうでした。その武器は、ですが、それと、わかりました。紋章機、そして、エルシオール。広い。エルシオールや紋章機ももう到着してるね。どこをどう通ってきたのやら。おい、タクト、宇宙港です。ここは、そして、そう。それを、今からおよそ、その状況下でトランスバール本星に現れたこの白き月がロストテクノロジーの恵みをもたらし文明の復興が始まったと聞いています。おそらくどうやっていずれにそれがそうです。その後失われそうやって今とな一つはそれはこのプランあのシャトヤンさんその確か、ええ、白き月と黒き二つの差だ。私にはそう。今からゴン白き月、その絵を、あるいは。それだけは何としても避けないとね。黒き月を手に入れただけで、あれだけ極悪なことをしでかすような奴だもの。ですが、こうしている間にも。はい、こちらブリッジ。今、明日の。私たちにできる最善のことをするのみです。私もでそんなこと。あの翼が生えた時の紋章機ならエオニア軍も目じゃないよ。そしてそうです。その地ロストテク当時の剣紋章機に分かった。あなた方がでは、さあ。こんばんは、マイアズシレ。どうしたの？こんな時間に。気が高ぶっているんじゃない？よかったら、精神安定剤を処方してあげましょうか。
医療機器の点検をしていました。戦闘が始まったら必要になるでしょうから。それはマイヤーズ司令の指揮次第ってとこね。本当にナイーブな人は自分からそんなことを言わないと思うけど。私もそう思います。ですが、だからこそタクトさんには信用するに足るものがあるのだと思います。いきなりどうしたの、バニラ。いえ、明日はよろしくお願いします、タクトさん。はい、やはりタクトさんには見習うべき点が多くあります。だけどバニラ、司令の神経が図太いところだけ見習ったらダメよ。冗談よ。バニラの言ってること、私もわかるような気がするわ。これまでにもタクトさんからいろいろと教えられました。明日の戦い、きっと勝つわよね、マイヤーズ司令。タクトじゃないか。なんか用かい？で、少しは落ち着けたかい？こんな時間に私に会いに来るってことは、明日の戦いのことを気にかけてたんだろう？心配いらないよ。私たちは勝つ。この前言っただろ？タクトを信頼してるからさ。私は今までの戦いを勝ち抜いてきたあんたを信じてる。司令官としても、一人の男としてもね。あんたと一緒に戦ってきたことを、私は誇りに思うよ。それとも、惚れた女の欲目ってやつかね。なんだい？
楽しくなったもんだね。これでもう私の心配もなくなったよ。私が何の心配もしないで能天気に明日を待ってるとでも思ってたのかい？荒っぽいってのだけ余計だよ。でもさっきのタクトの言葉で気が楽になったよ。私の背中はあんたに預ける。その代わり、私もタクトの背中を見ていてあげるよ。どんな時も、何があろうともタクトを守ってみせる。ああ、明日でこの戦いを終わらせてやろうじゃないの。本当にいいのかい？こんな私なんかで。ありがとう。嬉しいよタクト。ねえ、この間の続きしようか。この間はドアの向こうがうるさかったからね。でも今なら誰もいないよ。愛してるよ、タクト。エオニア軍、引き続き接近中。あと10分で戦闘中域に入ります。総員、来。シャトヤン様、浮かれるのはそれを理解。それが、なんだと。現在、そう思ったんだ。つまりだ。とりあえずエオニア軍司令も含はい